めっちゃ軽やか。結構な U 字ネックになっています。カップの部分で覆いかぶさってる感じがありますね。優しい感じで肌なじみも良くてデザイン結構好きです。初めてなんですが水着もオーダーしてみました。でいくつか水着があったんですよ。で私が欲しいなって思ったものはなんとねソールドアウトだったので、まあ、その中で一番これがいいかなと思ったものをポチッとオーダーしてみました。じゃん、これです。写真を載せときます。こちらです、はい、結構セクシーめなビキニ。実際届いたのはちょっとグレー味がかかってるかなと思います。私は L サイズをオーダーしました。こちらの水着の特徴としてはいいなと思った点がこういうねビキニセットではあるんですけど、それとプラスに UV シャツもついてます。結構日焼け気にしちゃうのでこうビキニの上からさらっと着れるこういうシャツっていうのはすごくありがたいなと思うのと、紫外線 UV カットの機能が備わっている素材になっているようです。なんかあと面白いなと思ったのが接触冷感生地を使ってるみたいで、こう触るとひんやり若干してるかなっていう生地感になってます。今回私は L サイズ購入したんですが、パッドがねちっちゃいのかなっていうのが第一印象なんですけど、大丈夫かなこれ。ちょっと着てみてレビューしたいと思います。はい、こんな感じです。すごいピロンピロンついてる水着。私今回 L サイズオーダーしてみました。ここに私のこうサイズを出しておきますが、パッと見た感じ水着の上の部分はちっちゃいかなと思ったのと、パンツの方はでかいかなっていうのが率直なまず印象、着る前の印象です。で実際着てみた感じめくってみると ここにパッドの部分っていうんですかね、ブラジャーでいうパッドの部分があるんですが、ここのバージスラインにくっつくはくっつくし、ギリかな。水着ってどうなんだろう、まあ、ブラジャーとは仕様が違うのでなんとも難しいんですけど、このピロピロがないときっと結構ポロリしちゃうかなと思うんですが、これがあることでお胸のボリュームとかこのラインがこうふわっとカモフラージュできるのかなと思います。ちょっと横から見るとやっぱこの出てる分ここら辺がピロピロにはなるんですが、まあ、そういうデザインかなって感じです。ここのアンダーっていうんですかね、アンダー部分はぴったしでちょうどいいです。きつくないし緩くもない。この紐部分は長さがあるのでこう調節しやすくなってます。1個言うならもうちょっとカップのこの幅感が大きかったらよかったかなって、もしかしたら XL でもよかったかなと思います。このショーツなんですけど L サイズ今回着用してます。でいいなって思った点がこう一瞬 L ちょっとでかいかもって思ったんですけど、ここのリボンの部分で結構きつめに調整ができるようになってます。なので L でちょっと一瞬でかいかなと思ったんですが、ここでね調整できるのでサイズ感問題ありませんでした。全身で見るとちょっとわかるかな、こんな感じなのでここがねヒロンって降りてきてるのでこの辺が少しカモフラージュできるのでいいなっていう風な印象があります。ワンピースタイプのものとか結構見てたんですね。そっちの方が結構ウエスト周りとかもカバーできるしお胸のラインとかも拾いにくいかなと思ったので、ちょっとそっちが人気で売り切れだったので今回こちらの方をオーダーしてみたんですが、さっき冒頭でも言った UV の上着ついてるのでそういった意味ではかぶせれば少しこうやってねよりカモフラージュできるのかなと思います。でもやっぱ水着って難しいね。これビキニタイプだと結構がっつり泳げないな。谷間は見えるけどこのバストの大きさ形とかこの辺のねお肉が隠れれる仕様になっております。はい、今回はベーミヤさんで購入できる大きな胸を小さく見せるブラ2つご紹介と、そして初めて水着をねインターネットでオーダーしてみました。こうやっぱりネットで買うのってすごくサイズ感が難しいし、ブラジャーのサイズとか水着のサイズってどうしてもやっぱ実際のものとそのそれぞれのデザインによってマッチしなかったりとかサイズ感をねちょっと掴むのが難しいところもあるし、私みたいにちょっと今回は間違ってオーダーしてしまって本当
本当に申し訳ないんですけれども、そういったミスとかもあるので、ぜひですねこういった試着レビュー動画を見て実際の着心地感っていうのをご参考にしていただけたらと思います。ベミヤさんすごく商品展開が早いので、こう追いつかないんですけど、いくつかいいなと思った気になったものあればちょっとお願いをしてお伝えしていきたいと思います。全部プチプラアイテムなので、そういった意味では購入しやすいかなと思います。動画が参考になった方はぜひいいねと、そしてコメント等もよろしくお願いします。今日ご紹介したアイテム以外にも本当にたくさんあるので、よかったらそちらも合わせて見てみてください。ってことで、じゃあまたねー。